はい、こんにちは、ドラちゃんです。はい、今回の旅なんですけど、日本列島のど真ん中にある水の都と言われている岐阜県大垣市に今から向かいます。あ、行くぞ。今日は平日なんでね、めちゃくちゃ空いてます。今京都を出発しました。移動時間なんですけど、京都からだいたい1時間半ぐらいです。なので同じ関西で言うと姫路に行くのと同じ移動時間になります。はい、米原に到着しました。ここで乗り換えになります。この大垣行きの電車なんですけど、実はこれは JR 東日本になります。まあ、関西にも JR 東日本が走ってるってことになります。これは橿原とか柏原って読むんじゃなくて柏原と読みます。でちなみになんですけど、こちらは関西で一番東の端っこになります。なので滋賀県と岐阜県の県境です。もうギリギリ関西ですね。岐阜県に入りました。ここはね、歴史ですごい有名なところです。1600年〇〇の戦い、はい、そうです、関ヶ原の戦いです。まあ、戦国時代のね、歴史が好きな人は一度降りてみたらいいんじゃないかなと思います。そろそろ目的地の大垣駅に着きます。いや、ここね、なんか通過したことあるんですけど、駅に降りたことないんですよね。せやし、ちょっとね、もう初めてやから、ほんま楽しみです。はい、大垣駅に到着しました。駅の中はこんな感じですね。で、ちょっと正直なこと言いましてね、僕ぶっちゃけ言ってもっとね、田舎のイメージを持って大垣に来たんですよ。けどね、岐阜県では2番目にでかい都市らしいんですよね。なんでイメージよりね、都会やったんでちょっと驚きました。ほら見てください、これ結構都会のね、景色ですよね。でね、この魚民ね、すごいレトロ感ありますよね。素晴らしい。さすが水の都ですね。大垣ってね、湧き水がすごい有名なんですけど、こんだけスポットがあるんですね。でさすがにこれは1日で回られへんから、だいたい 2,3 個ぐらいに絞ろうと思います。はい、あともう僕おっさんなんでね、あんまり遠い距離歩かれへんから、ちょっとね2個ぐらいに絞ると思います。それとね、僕あんまりね、こう知らないんですけど、ちょっと知識がないんでね、大垣市ってその鉄道の町とも言われてるみたいです。あとは水まんじゅうですね。今回ね、水まんじゅうが楽しみなんで、それも来た目的の一つではあります。はい、いや、ほんまなんかこう都会の駅っていう感じで素晴らしいですね。いや、素晴らしいね、都会の景色ですね。で今からですね、ちょっとね、目的の一つである水まんじゅうを食べに行きます。はい、老舗の金兆園さん、ここで水まんじゅうを食べようと思います。楽しみですね。いや、もう完全これはね、僕のリサーチ不足でしたね。いや、ほんまね、ただ諦められへんから、いや、どうしても食べたいからね、もしかしたら他の店でもこれ食べれるんちゃうかなと思って、ちょっとね、店を何個かね、こう Google マップで調べて向かうことにしました。この銀行、見たことないですね、すいません。はい、でこちらの店も残念ながら閉まってました。もう諦めようかなと思ったんですけど、ここで諦めへんのが僕です。はい、水まんじゅう探しに行きますよ。諦めませんよ。さあ、行くぞ。もうね、商店街をね、まっすぐ行って、途中でね、横断歩道を渡るとまた別のね、老舗の和菓子屋さんがあるみたいです。ってことで渡ります。はい、こちらでですね、目的の水まんじゅうを探すことにしました。名前はもちそうさんと言いまして、 Google マップで見てもね、評価がすごい高いところでした。やっぱりないみたいですわ。もう夏のね、食べ物やからね、水まんじゅうは9月いっぱいで終わりらしいです。というわけで、あんみつを注文しました。
まあ和菓子やったらね何でも噛めへんねんけど、いや噛めへんことないけどな、けどやっぱり抹茶はねすごい美味しいんでね、僕好きやからね、まあ、京都の人間ってみんな抹茶好きやから、抹茶嫌いな人おれへんからね。はい、さすが老舗っていう感じでしたね。まあ多分他の和菓子もね外れがないと思います。はい、味なんですけどめちゃくちゃ美味しかったです。さすがです。おやつも食べて満足したところなんでね、今から湧き水スポットを巡ろうと思います。その前にですねトイレに寄ったんですけど、このトイレねすごい綺麗でした。まあ、丁寧にねこういう感じで街のねマップがあるんですけど、ちょっとねこれちょっと僕分かりにくいんで、まあ、Google マップで慣れてるんでね、 Google マップを見ながら湧き水スポットに行こうと思います。はい、なんかあれですね、こう雰囲気のいい橋ですね。なんかこのこういうデザイン僕大好きです。空はねちょっと今日は曇っとったんですけど、けどまだやっぱり夏のねその名残があって結構暑かったです。はい、一発目の湧水スポットにやってきました。で実はですね大垣の湧水なんですけど、この大垣八幡神社の境内にあるみたいです。ちょっとねその神社のね中に入る前に、なんかねこういう僕景色が好きなんで、ちょっとこの川のね流れをね軽く見ようと思います。なんか癒されますね。そろそろね神社の中に入ろうと思います。いや楽しみですね。僕水がすごい好きで、一番ねこの世でね好きな飲み物って実は僕水なんですよ。大垣の湧水の説明文が書いてあります。この看板の左下見てほしいんですけど、 pH 7.8 って書いてるんで弱アルカリ性です。で右側にですね平成15年の12月にですねスイスチェックしたっていう風に載ってるんですけど、ちょっとだいぶね時が経ってるんで心配なんで、この地元の方にですねこれほんまに生で飲めるんですかって聞いてみたんですけど、一応その人間のその、まあ、体内に入って問題はないと、今のところはそう異常とかこう起きたことがないんで飲めるのは飲めるんですけど、ただそれはもう自己判断でお願いしますって言われました。飲料用のですねその基準を達してるんで、もちろん僕は飲みます。いただきます。はじめ。いや美味しいですね。まあ飲みやすい水ですね。こう柔らかくてこう口当たりも良くて、まあ、昔ね僕井戸水ねこうよく飲んでたんですけど、その味を思い出しました。はい、では次にですね名水大手憩いの泉に向かおうと思います。さあ行くぞ。はじめ。先ほどの商店街まで戻ってきました。はい、2軒目の目的地に到着しました。ちょっとねイメージと違うてんけど、こんな都会の中にね湧き水が湧いとるんすよ。僕ねまた神経質なんでね、ここでもね地元の人に聞いたんですよ。生で飲んでも大丈夫ですかって。ほんならねここにね51年間住んでるっていうね人がいてて、その人は51年間お腹壊したことないから飲んでも大丈夫ですよって言われました。でちなみにこれ高度43の軟水って書いてあるんで、まあ、結構ね柔らかいんで美味しいお水かなっていう感じで期待できます。
もちろんですけど僕はここでも生で飲みます。いやめっちゃ美味しかったですね。これちょっとね個人の好みの問題やと思うんですけど、1軒目より僕はこっちのお水の方が好みの味でした。甘くてまろやかでした。ぼちぼちね日が暮れてきました。なんか綺麗ですねこのお城の景色がね。はい、駅前まで戻ってきました。いやなんかねこの夕暮れのねあの大垣駅なんかめっちゃいい感じです。これね後で気づいたんやけど、まあ行きしねなんで気づかんかったんかなと思うんですけど、なんとねこの浸水広場こちらの方のねお水も飲めるらしいです。はい、ただこれはさっきから言ってるようにもう自己判断で飲んでくださいってことでした。なんかね不思議な感覚ですよね、この駅前の噴水広場みたいなところのねお水が飲料に適しているって、ちょっと僕からしたら考えられへん感じでした。はい、今からですね切符を買って帰るところなんですけど、ちょっとこれ驚きなんがね、岐阜県の下呂と愛知県の豊橋がですねなんと京都にね帰る料金と全く同じっていうことです。これはちょっとびっくりしました。いや今回のね旅も良かったです。水まんじゅうだけが残念ですけどね、また来年食べに行きます。はい、で今回の動画がね良かったなって思った人はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ドラちゃんでした。